こんにちは、アルです。さあ、今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。アイちゃんさん、ありがとうございます。アルさん、調査依頼です。ローラーってインク切れになったらどれが一番早いですか？はぁ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 。よければ調査お願いしたい。やっていたらごめんなさい。応援してます。なるほどね。インクがある状態だったら、カーボンが早そうなんですけど、インク切れの状態でか。オッケー、調べてみましょう。どういう風にしようか。リセットした後に、こっからあっちの壁まで行くっていう風にしようか。で、リセットして、一気に使い終わり、使い終わり、シャンシャン。使い終わって、インク、こっからスタート。こういう感じで、ちょっと、ローラー全種類やってみましょうか。で、全種類とは言っても、メインのこのスプラローラー、カーボンローラー、で、ダイナモ、バリアブル、1、2、3、4。あ、4種類か。画面4分割でいけそうだな。で、その後、これもやろうか。パブロと北斎もちょっとやっていこうかなと思います。6分割いけるかな。よし。ちょっと編集力が試されますね。行きましょう。という感じでいかがだったでしょうか。なんかやってみた体感、まあ一番早いのはパブロかなって思ったんですよね。で、やっぱりインクがなくてもカーボン動き早いなとか思ったんだけど、ちょっとまだね、僕も編集してちゃんと見てないんでわからんですけど、多分パブロは早かったんじゃないかなと思います。インク切れの状態で変わるんかな。もう見てみようか。OK! ありがとうございます。という感じでですね、このチャンネルでは皆様のコメントをもとに動画を作っております。なので何か思いついたりした、ことがありましたら YouTube のコメント欄で、まあ、今回みたいにね、何が早いんですかみたいな感じで教えて、依頼をください。もしかしたら、こういうような感じで動画にさせていただくかもしれないので、よろしくお願いします。その他にもですね、このネタ動画がね、もう650本は超えとったんで、スプラトゥーン2のね、めちゃめちゃ、過去動画を見返していただくといろんな小ネタをやってるんで、ぜひチャンネル登録をしてゆっくり見ていてください。ますませんさあ、次行ってみましょう。じゃじゃん。チャンネルおりおりさん、ありがとうございます。動画見出してめっちゃハマっちゃいました。お、ありがとうございます。突然で申し訳ないんですが、奥斗の電車の中にいる当たり目指令と愚足さんの頭から生えてるのって何ですかね。電車の中もたくさんいて気になったので、よければ考察、または知ってることがあったらお願いします。2週間前の動画で気づいたので、たまに生えてるのかなって感じです。 OK、見た感じ今生えてないんですけど、これね、最後にどこの色の路線に行ったかで電車の中って変わるんですよ。で、どこだったから、なんかね、めちゃめちゃ生えてるところあったんよね。なんか青かった気がするな。青行ってみようと、はこんな感じで青色路線に、入って、で、別にクリアせんでもいいんですよ。こうやって戻ってもね。それでは電車の中変わってます。あ、違うな。なんか大口ホヤっぽいんよね。
おそらく。どこだったっけな、黒かな、黒路線。あ、オッケーオッケー。ほらこれでしょ多分。ほら当たりめじいちゃんの頭からも生えてるし、グソクさんからも生えてるね。で電車の中にもほらいっぱいおるよね。ここよりいっぱいおったとこあったような気がするな。なんかそんな気がする。ちょっと探していいですかそれ。うわーこれだこれだ。今紫路線から帰ってきたんですけど、ほらめちゃめちゃおる。でグソクさんじいちゃんの頭にもいますね。これちょっと待ってね、秘密情報網で調べますね。あ、大口ボヤ、大口ボヤっていうらしいですねこれ。お、多分ね大口ボヤっていうののモチーフにしたキャラクター、こんな感じ、まさにこんな感じ。ちょっと画像あるかなね。へえ、こんな海におったら怖いよね。大口ボヤがじいちゃんとかグソクさんに生えてます。もう謎です、この車内にいっぱい生えてるのも謎なんですけど、俺海潜っとってこんなとこおったら発狂するわ。怖いぜ。ここで嬉しいお知らせがありましたのでちょっと紹介します。じゃじゃーんと、R チャンネルさんありがとうございます。これツイッターの DM で来たんですけど、 R さんこんにちは。 R さんに憧れてスプラのキルシューを作った娘を覚えていますか。いたんですよ。キルシューを作ってみましたみたいな感じでツイッターに上げてて、で確かそうそうそう、僕のチャンネルに憧れてみたいな感じであったんで、なんかツイッターでね見て、あいいねとかコメントをしてたら、なんとね、あの時 R さんが見てくれて褒めてくれたのがすごく嬉しかったです。そして私も YouTube やってみたいと言われたので、私がチャンネルを管理して娘が動画の撮影と編集をし、2月末から動画投稿していましたね。えこれ YouTube のチャンネルをやりましたっていうことなんですが、そしてじゃじゃんと、そしたらなんと今日登録者が1000人になりました。すーげー、つい嬉しくて DM しちゃいました。ふん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 。で、かっこ R は娘の本名で、本当に R から始まるので真似したとかではなくて、全くそうではないですと。気分悪くしたらごめんなさい。いやもう全然全然大丈夫。嬉しくなってちょっとね、紹介してもいいですかって聞いたら、いいよっておっしゃってくださったんで、ちょっと紹介しております。で、以上報告でした。お忙しいとは思いますが、この DM が R さんに届きますように、これからも応援しています。ありがとうございます。いやすごくないですかこれ。だって2月でしょ、今は6月か。4ヶ月で1000人って、僕1000人行くの結構かかったもんな。今でこそあれだけど、その最初ってね、なかなか再生もされにくいしね。えすげえ。でしかも編集撮影は娘さんがやってるっていうところですね。なるほど。これ R チャンネルって検索したら出てくるんで、皆さんもちょっと見てみてください。パイロットゴーグルつけたタコちゃんもいますんでね。オッケー。いやこれすごいよ本当に。 YouTube 始めましたっていう人もなかなかいないんですよ。そのやってみたいんですとかっていう声を聞くんですけど、実際にやってみましたっていう声を聞かない、なかなかね。そんな中、もうやってました、1000人行きましたっていう報告ってもう、いやーすごいすごいよすごいよね。1000人って言ったら、まあ、収益化の一つの条件でもありますからね。あとは4000時間か、視聴時間が4000時間超えて、で審査が通れば、こういう風に YouTube に動画出してる時に広告がね、あ広告は今全部つくようになったんか。ただ、広告収入っていうのがその審査通ってないと、その動画作った人に来ないんでね、そこの審査基準にも多分いけるんじゃないかなと思うんですけどね。いやーすごい、あざすー。これからもよろしくお願いします。じゃじゃん。ごめんなさい、ハングル文字が読めないんですけど、あります。コメント失礼いたします。つい1週間前ほどにおすすめに R さんの動画が出てきて見させていただきました。ありがとうございます。どれも楽しい動画で、おーほほ、私もスプラトゥーンやりたいと思って入れたのですが、てんてんてん、初心者すぎて全く何もわからないのですが、何から始めたらいいでしょうか。もしよろしければ教えていただきたいです。これからも動画楽しみにしています。長文になりましたが、よろしくお願いします。オッケー、あざす。ってことは、入れたばっかりってことは、縄張りバトルがいいかなと思うんですよ。
このロビーの中でね。で、まあ、対人ゲームなんで、いろんな人はいると思うんですけど、まず縄張りで、ランクを4まで上げて、そしたらね、いろんな服とか、武器とか買えるようになるんで、それで武器の選択肢が広まったら、いろんな武器を試してみて、で、自分が使っとって楽しいって思う武器を、どん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 極めていくといいと思います。そしたら、そうこうしよったら多分、ランク10になってガチマッチっていうルールが解禁されます。ガチマッチが解禁されたらもう、僕もちょっとガチマッチ行くまでね、怖くて怖くて、あのね、対人ゲームがね、人に迷惑かかるんじゃないかっていうのは怖くてなかなかできなかったんですけど、ガチマッチやり始めたらもう対人ゲーム最高ってなりますからね。オッケー、まずは縄張りでちょっと操作に慣れたりとか、自分の好きな武器を探してみるのがいいと思います。これまた売り上げに貢献できたら嬉しいね。じゃん。忍者4罰、なんだったっけ、なんて読んだったっけチャンネルさん、ありがとうございます。アルさん、スプラをやり始めて生活で変わったことってありますか？よければ採用お願いします。これはですね、車に引かれにくくなった。まあ、引かれたことないんですけど、なんか、ガチマッチ中とかっていろんなとこ見て、視野が多分広くなってるんで、ちょっとでも動いたところに、あそこに、今なんだったっけな、あいつがおったな、とか、っていうのをかなり気にしてる状態なんで、現実世界でもね、こう歩き寄って、ちょっと視界の端にパッと動くものが見えたら、ん？今なんかおったな、絶対こっちから車来るな、みたいな。で、ちょっと止まって、あ、やっぱ来た、危ねえ、あれそのまま行きよったら引かれとったわ、みたいなことは何回かあったんでね、事故に遭いにくくなりました。オッケーって感じで、嬉しい報告もどん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 お待ちしております。小ネタのコメント、嬉しいコメント、もちろん動画見てね、楽しかったよっていうコメントも、すごいはめぎ励みになりますので、よろしくお願いします。また見てやってください。ませませ。じゃねー。バイバイ。あれ？今回の動画私出てないですけど。忘れてるな、メイン。許さない。忘れられて許さなーい。あ、でももう終わりか。チャンネル登録をよろしくお願いします。私、サブ R も、メイン R さんの動画に出るんで、出たら、出たって言ってください。バイバイ。今日は忘れられてました。ピエン。